排尿、性機能に深く関係する臓器、前立腺。近年、前立腺がんの患者数は急激に増加し、60歳以上の男性の2人に1人が前立腺がんになると言われています。前立腺がんの治療は様々な方法で行われています。主な治療は放射線治療と手術による全摘出です。しかし、こうした治療法では前立腺周囲の組織にダメージを与え、術後に尿漏れなどの後遺症が残り、平穏な生活を妨げる恐れが少なくありません。そこで今、前立腺の中のがん細胞だけを取り除く部分治療への模索が始まっています。この部分治療を行うため、前立腺の中のがん細胞の位置、大きさ、悪性度を正確に調べる新たな診断方法が確立しました。厚生労働省の先進医療に認定され、保険診療との併用が認められています。手掛けるのが東海大学医学部の庄司素直准教授、前立腺がん治療の先駆者です。前立腺がんの最新の治療と診断についてお聞きします。2020年にはですね、男性の罹患者数ですね、がん罹患者数第1位になるということが、もう前立腺が言われてるんですね。多くの場合はほとんど無症状のことが多いですので、やはり症状が出てからだと結構遅いことが多かったりしますので、 PSA の検査というのはおすすめかなというふうに思います。 PSA というのはその前立腺の組織から出てくるタンパク質なんですが、特にがんから多く出てくるというふうにされています。まず PSA が高い場合にですね、 MRI を取りますね。MRI を見たときに、もしがんを疑われるところがあった場合は生検をしませんかということをご提案するということで、今やらせていただいていると。画像検査でがんの疑いがあった場合に行う生検とは、股間や肛門から針を刺して組織を取る検査です。通常は前立腺の組織が小さいため、がんの正確な位置が分からず、針を盲目的に刺して行ってきました。しかし、この方法ですと、針を6本から多い時には20本も刺さなければいけない上に、正確な診断が難しく、見落とすケースも少なくありませんでした。そこで、がんの正確な位置を見ながら、その部分だけを狙って針を刺す、最新の診断方法が開発されました。正確に生検ができるため、体への負担も少なく、がんの検出率は著しく高くなりました。30分もかからなかったんじゃないかしら。全然痛いのも何でもないし、やはり当たれば出てくるけども、当たらなければ出てこないということで、やはりそれはちょっと安全的な角度の高いものではないなということをちょっと自分自身も感じてました。もし先進医療的な形での生検を受けなかったら、当たらなかったかもしれない。要するに MRI と経直腸的な超音波の画像を融合させて、でその画像をガイドに針を刺して生検をしますというようなものになっていますね。まずその撮った画像は機械の中にインストールするんですね。でインストールしていただいた後に、前立腺の輪郭、あとは前立腺のがんを疑うところの輪郭、こういったものを撮っていきまして、そして実際の超音波とですね、ソフトウェアを用いて融合させていくということです。で融合させた画像を実際にそのワークステーションの方に表示しまして、超音波の方をこうやって動かしていきますと、その超音波の動きにですね、プローブの動きに同期したその融合画像がそのワークステーション上に出てきますので、そのワークステーション上で
どこにがんがあるのかと見ながらですね、そこに針を刺していくというような形になっていきます。見つかるということももちろんこの生検のいいことでもありますし、あとはその場所、その病理組織学的な悪性度、そして画像所見も加味してどの程度の大きさなのか、そういったところまで情報が分かりますので、その患者さんのに必要な治療は何かということを正確に判断できるのではないかなと思います。やっぱりそのむやみやたらに刺された結果がんが出ないというのは嫌だと、であればがんが疑われるところにちゃんと針を刺してもらって、それでがんが出たのか出ないのかを評価してほしいと。で、確かに先進医療のお金というのは11万300円少し従来の生検よりやはり高いんですけども、だいたいそのこの前立腺がんになられる疑いが出てくるご年齢の方からするとですね、どうしますか、どちらでやりますかというと、実は多くの方がですね、この先進医療の方を選ばれているというのが現状です。前立腺がんの位置が正確に診断できたことで、画期的な治療法が開発されています。前立腺を摘出せずにがんだけを取り除く部分治療です。治療に使われているのは超音波、プローブと呼ばれる医療器具の黒い部分が上下に動いたり回転したりしながら超音波を照射してがんを焼き切ります。まず患者さんの肛門にプローブを差し込みます。そしてがんの位置を確認しながらプローブで照射していきます。治療にかかる時間はわずか30分、出血はほとんどありません。部分治療の仕組みです。肛門から差し込んだプローブが前立腺の中にあるがん細胞をめがけて超音波を照射します。超音波を一点に集めると高温になるため、がんだけを焼き切ることができるのです。当院の方ではそれを高密度焦点式超音波療法と言って、超音波の力を用いてその部分だけを治療すると、まあ前立腺のがんが見えた場所とその周りの区域の部分ですね、それだけを治療してというようなことを行っています。これはまだその臨床研究の段階であって、確立した医療ではないんですが、まあイギリスですとかフランス、最近ではアメリカで広く行われるようになっている治療法でして、前立腺の中には尿道というおしっこの通り道ですとか、あるいは前立腺の周りには勃起に関係する神経というのがあるんですね。で、そういった神経とか、あるいはその排尿に関係する解剖学的な構造物を傷つけないようにするために、そのがんが診断された部分を中心に、そこにマージンをつけた形でですね、そこだけを治療するというような前立腺部分治療というものが行われています。これまで前立腺を摘出する治療では、前立腺の中を通っていた尿道を切断しなければなりませんでした。そのため尿漏れなどの後遺症が起きやすくなってしまうのです。庄司医師の取り組む治療の特徴は、がん以外の組織を傷つけないこと。これはその特徴を示す実験です。前立腺に見立てた鶏肉にプローブから超音波を照射します。肉を取り出してみると、表面は何の変化もありませんが、中は一部白く変色しています。この部分に超音波を集めて照射したため、周りは全く傷つかずに、がんに見立てた部分だけが焼かれたのです。まあ、実際の治療なんですけども、治療の前日にご入院いただいて治療を行うと、そしてその治療の翌日におしっこの管を抜いてもう帰れますので、痛みもほとんどございませんので、非常に翌日から仕事に出ていただくこともできますし、体への負担は非常に少ないと思います。
これまでにですね、私どもは2016年の4月からこの治療を始めたんですけども、これまでに132名の方がこの治療を受けられています。でそのうち1年以上経過観察できた方が60人いらっしゃるんですが、治療した領域からがんが再発あるいはまた見つかったという方は一人もおられないんですね。肉体的というか体的な負担というものを非常に少なく、これでよかったのかなというくらいな、これでいいのかなというくらいな、ね、治療方法でした。手術してから今までその排尿とか排便で何か痛みとか苦痛だったというものはありません。実際前立腺がんの治療を受けてしまうと、まあ、尿漏れを起こしてしまうとか、もう性機能を失ってしまうとかいうことで非常にですね、落胆をされてしまう患者さんもおられるとは思うんですが、そういった機能を可能な限り温存できるような治療も少しずつ始まっています。ですのでご自身のがんの状況をしっかり把握した上で、そういった治療を受けられないのかどうかをしっかりと模索していただければと思います。そのためのお手伝いをぜひ行っていきたいと思っています。